さ、まあ、今デッドリフトの話が出たんですけど、まあ、ついでにと言っちゃあれなんですか、スクワットの話もいろいろ掘り下げたいかなと思うんですけど、結構皆さんはフリーウェイトのスクワット、バーベルスクワットを今入れてるかどうかでいうと、今メニューに入れてますよって人はどれくらいいらっしゃいますか。あ、3、あ、4名皆さん一応入れてる。ハカさんはそのスクワットに関してはなんかどういう狙いがあってとか、どういうこだわりを持ってされてますか。狙いか、まあ、スクワットも正直なんか悪いこと聞いちゃうし大丈夫です。スクワットもまあ楽しいから上げることの楽しみを感じつつやってる、まあ、足とは言うんですけど、足とかお尻とか言うんですけど、狙いか、まあ、足全体みたいな言い方じゃないですか、そう足そう、なんかあのボディービルダーの方、うん、まあまあ、僕も大会出てはいるんですけど、トレーニング超大雑把なんで、うん、なんかもっと細かく鍛えたりするんですけど、デッドリフトは例えば背中全体みたいなの全部一緒に鍛えちゃうみたいな。あ、なるほど。で、まあ、足もあ、スクワットも足全部みたいな。あ、どしりみたいな。アイソレートとはもう何事かと、下半身だよこの種目はと、足全体を鍛える種目ですって。あ、なる感じ。そうか、でもそれも一つかもしれないですね。あまりその辺こう細かく深く考えずにやるのも一つね。あのボディメイク的にはそのあまりその頭使うとやっぱりストレスに少なからずなるから、あ、 そうですね、その辺のやっぱり障壁をあえて取ってあるというのも一つテクニックという言い方もできるかもしれませんね。興味深いですね。って感じかな。日賀さんいかがですか。自分もそういう意味で羽賀さんと似てるところがあるんですけど、最近ちょっと、考えが変わってきたというか、うん、オフシーズンは本当に重量を上げていくことを目標にしてて、実際すごく楽しかったし重量も上がったんですけど、最近トム・プラッツの動画があったじゃないですか。回ってきましたね。入ってるじゃないですか、はい、でそれ見て、あ、大腿筋、あ、大腿四頭筋をきちんと使うっていうことを意識するっていう感覚が薄れてたのかもしれないなっていうのを思い出しまして、あ、で、あのずっとそのローバーで、うん、自分ちょっと大腿骨が長いので、うん、ハイバーで担ぐと膝が前に出るっていうのがあって、うん、ローバーで担いでるんですけど、一回ちょっとハイバーでやってみて、ちょっと四頭筋をきちんと使うっていう感覚を養おうかなって思ってます。ちょっと重量を追い求めすぎて、その四頭筋をきちんと使う、効かせるっていう意識がちょっと遠のいてしまってたので、それをちょっと引き寄せるというか、意識したいなと思います。なんかその トム・プラッツに学ぶっていうところがね、やっぱりなんかその、まあ、先人の知恵じゃないですけど、そういうところってボディービルってすごく大事なのかなと思いますね。なんかそういうところからモチベーションを得るだけじゃなくて、自分の体を良くするヒントを得るみたいなところはすごく面白いなと思いますね。榎本さんはいかがですか、スクワット。自分はスクワットは自然体みたいな捉え方ではなくて、自然体、重量上げもであるハイバースクワットでずっとやってまして、膝が前に出るんで、だいたい四頭筋狙いっていう感じで、うん、上げるときもだいたい四頭筋使って上げてるっていう意識は常に持ってます。あ、そうなんですか。半ケツで上げるっていうフォームではないです、うん、スタンス的に言うとやっぱりじゃあやや狭めみたいな。肩幅がちょっと狭いくらいで、かなり狭いと思います。ちなみにこれはもう興味なんですけど、そのスクワットの セット重量とかいくらにされてるんですか今。いや 今減量期なんかめちゃくちゃなんか回数とか落ちちゃったんですけど、シーズンだと210とかで使ってました。ああ、そうですか。その重量で、まあ、死闘に乗せつつっていうところされてるんですよね。それが200とかその200じゃないかで死闘に乗せつつ上げるような人でした。減量期になると力急に今、ギリギリでもう75キロ超級に3日後に出るんですけど、75キロ超級にこの身長で出るんですか。ただ本当はオフシーズン85キロぐらいあって、これ75超級で出るんじゃないかみたいな思ってたんですけど、ちょっと意外と落ちるのが早くて、去年に比べたらコンディション甘いですね。あ、そうですか。実際去年はちなみに何キロぐらいで大会に出られたんですか。実際当日の朝の体重測定だと71とかにいかないくらいだったんですけど、まあ、食事とか水分で72後半とかまでいったって感じですね。身長はどれくらい。
161cm でかい、詰まってますね。めちゃめちゃ楽しみですね。 161cm75kg 超級ってね、自分の同じジムの方も出る。あ、そうですか。立山さんって一緒なんですけど、あスタートめちゃくちゃ強くて。あ、なるほど。めちゃくちゃ強い。あ、そうなんですか。へえ、はい。レッグエクステンションとレッグカールやった後にバーベルスクワット220キロ10発やるような人なんで。あ、立山さん。あ、そうか。皆さんがこれ思いますそうです、立山さん有名ですね。そうなるとすごいですね。すごいジムに通ってます。いろんなバゲモンばっかりいますね。行徳が異常なだけです、本当。行徳にしかいないんで、全然他の人が分かんない。あ、そうですか。なんか周りが行徳がすごいなんか異常みたいな。うん、本当に異常だと思います。うん、なんかその噂を聞いて一回その行ったことはあるんですけど、その時は正直まあ誰も有名な方はいらっしゃらず、普通にトレーニングして帰っただけだったんですけど、なんかそういうこうそういう人たちがいる時にもう一度お邪魔したいなっていうところは今思ってすごく思いますね。で、サイさんはスクワットについてはどうですか？スクワットはビキニ選手ってよくお尻とか言われるじゃないですか。はい。最初はもうその観点から、うん、モバイルスクワットをローバーで担いで後ろも狙ってやってたんですけど、うん、最近はちょっとその時はダロースタンスでハイバーでやると膝が前に出ちゃうのがあって、うん、それが良くないフォームっていう風に、うん、あんま膝出しすぎないようにっていう風に教えてもらった時に言われてたので。できなかったんですけど、でも最近ちょっと、まあ、やってみようと思って、うん、ナロースタンスのハイバーで手刀狙いでやってみたらすごくよくって。ああ、そうですか。最近足のトレーニング前と後ろで分けてるんですけど、うん、後ろはもうハックスクワットをスミスでハックみたいな感じでやって、はい、前の日にスクワットを持ってくるようにしてます。なるほど。なんかその膝が前に出る出ないの話もやっぱりいろいろありますよね。なんか出ないことが果たして正解なのか、出ることが悪なのかみたいな風潮も、ね、出ちゃいますよね。いや、そうです。なんかやっぱりその大腿骨のおっしゃる長さによってやっぱり出ちゃう人は出ちゃうし、なんかかかとがなんか不自然に浮かない限りいいのかなと思っちゃったりね。いろんな考え方があると思うんですけど、